こんにちは、ベイビービレッジ天神渡辺通り店のヤスです。今日はワイヤーを簡単に綺麗に巻くコツをご説明したいと思います。それでは手元の動画でご説明しますのでどうぞ。はい、それではワイヤーを綺麗に巻くコツですね、をご説明したいと思います。で、今日使うのはカンタルの24ゲージというワイヤーを使います。で、一番最初のうちはですね、慣れるまではこんぐらいあればいいんですけど、ちょっと長めに取ってあげた方が多分やりやすいと思うので、ちょっと長めに取ってやりたいと思います。で、ワイヤーですね、最初のうちはこうやってよれて曲がっちゃってるんで、これをなるべくまっすぐにしてあげてください。の方がちょっとやりやすくなります。はい。で、100均とかで売ってる精密ドライバーの一番太い 3mm を使ってやっていきたいと思います。で、ワイヤーを巻きつけるときなんですけど、この下から巻いたりとか上から巻いたりっていうのがどう変わるかっていうのが、それはデッキの構造によって変わります。これ今、ワスプナノっていうのを今デッキとして使ってるんですけど、ワスプナノの場合はこのデッキのネジの部分が右側にあるので、右にあるタイプの場合は下から上にこうやって巻いて、で、逆にネジが逆の左側にある場合は上から下に巻くと足がきれいにそっちの方を向いて終わりますんで、なので今回はドライバーに下から上に巻きつけていきたいと思います。で、一番最初ですね、皆さん1回転目なんですけど、巻きつけるときにこの辺を持ってやっちゃうと、ここが指の力で曲がっちゃって、そこがちょうど巻きつけられるときに隙間ができてしまうので、なるべくワイヤーの端っこを持ってまず1回転引っ掛けてですね、1回転します。で、2回転目以降はなるべく右手に力を入れないで左手は動かさない。1、2で、この時にワイヤーですね、巻いてるところのワイヤーに重なるように、こうやって3、4、5、6、7、今回ワイヤーですね6回転でやっていきたいと思うんですけど、今あえて7回転しました。っていうのもこの足の部分がですね綺麗じゃないんですよね、まっすぐじゃないので、僕は1回転多くして逆に刺し直して、この1回転分ギューッと伸ばして、引っ張ったら伸びますんで、伸びというか1回転減らすというか、そしたらこんな感じで綺麗になりやすいです。はい。で、デッキの構造によっては足が今これ互い違いに違う方向を向いて終わってるんですけど、例えばベロシティデッキっていう、ワイヤーを2本使ってこの状態のコイルを2つ刺してデュアルで組むやつの場合は足が同じ方向を向いて終わるのが多いです。こんな感じですね。で、例えばワスプとかシングルのやつは足がこういう風に終わるタイプが多いです。で、ワスプの場合はさっき言ったみたいにこのネジが右側にあるんで、こういう風に終わらせないといけないんで、下から上に巻く方法でやってあげてください。はい。で、こんな感じでなるべく右手に力を入れないのと、ただまっすぐ上下に巻くだけで左手を動かさないっていうのを気にしながら、結構重要なのはもう右手に力を入れないっていうのが大事です。で、結構簡単に慣れてくれば綺麗にワイヤー巻けると思います。以上です。